はいどうも、りょういちです。今回はリーサル VR というガンシューティングゲームをやってみたいと思います。これはね、前にもやったホットドッグの、ガンシミュレーターゲームに似た感じの、VR 型 FPS ガンシューティングゲームみたいです。これもね、射撃でね、遊べる感じで、銃のクオリティがなかなかに高い。もうすでにね、右手に持ってるけど、なかなかな、質感とかね、グラフィックだし、打ってもね、かなりね、打ってる感じがすごい。薬莢とね、感じと音といいね。なかなかね、すごいクオリティが高そうだよ、これも。ではね、やってみよう、早速。Shoot here to start. OK。OK、じゃあニューで始めてみようか。これでいいのかな ?OK。クイックドロー。なんだろう、スコア。スコアが書いてある。これか。これをやればいいんだ。よし。How to reload. Please to... これ横のグリップでね、リロードできると。Weapon detail。9mm ピストル。おー。Continue。Back。コンテナクイックドローが始まるという感じかな。スタート。 OK。 よし、何を打てばいいんだろう。おお、いきなり来た。よし、とりあえず同打ちだったけど、全部ステージクリア。おお、スコアは、スコアは18000。よし、1だ、1。いいね。次行こう。ネクストシミュレーションアンロック。どんどんこういう感じで進んでいくんだ。これすごいな。UI もすごいね、見やすくてね、非常によくできてるな。シンプルながらにね、UI も大きくて見やすいし、で、やりやすい。よし、ナイフエッジっていうのが出たわけか。よし、で、次が、ホールドで、ナイフ、スローナイフ。あ、ナイフを投げろと。ナイフ、あ、今ナイフになってるわ。あ、なるほど。これで、ホールドして、離せばいいんだ。なるほど。OK。いいね。ナイフとかも投げれるから、すごいね。いいよね。こういう感じ？あ、いいね。かっこいいな。いくぜ。ホットドッグのやつではナイフとかはね、あったけど、投げたりできなかったからね。いいね。ほっ、あ、これ楽しいわ。あー、全然真ん中じゃない。よし、ほっ、あー、下がるな、ちょっと下がる。よし、上か。なるほどね。あー、面白い。ナイフを投げるっていうのはね、結構有名のような感じだな。いいね。ほっ、できれば左手で投げたい。これ左右切り替えれないのかな。そこだな、そこが俺の何点だな。右より左で投げたいな。お、いいな。よし、楽しいな、これ。よし、次行こう。次、ネクストシミュレーションアンロック、コンティニュー。次は、お、またピストルだ。ポイント&クリック。よし、スタート。よし、普通に、あ、普通にやればいいのかな。ポイントを多分取らないといけないから、ずっと。実績なんか解除されたけど。どこ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 。よし。回ってくる感じ？いた。よし、ヘッドショット。これぐらいの距離だったら当てれない、全然。余裕で当てれる距離だわ、まだ。よし。よし、OK。音もね、ちゃんとね、後ろから聞こえる感じとかがするから、どこにターゲットが出現したかとかもね、わかるね。なんかすごいわ。よし、ネクストシミュレーションアンロック。OK。コンティニュー。次がダブルアクション。これだ。スタート。お、なんだ？あ、天井が開いたぞ。なんか、あれか？エレベーター的な何かかな？本格的な何か？あ、違う。何か始まるぞ。空からかな？空から何か来んのか？何？あ、両手になってるピストルが。ちょっと待って、スコアがもう下がってるけど、何を撃てばいいのこれは。あ、普
普通に的があったわ。なるほど、そういうことか。両手で打てと。なるほど、2丁は結構難しいんだよね。おっと、リロード。よし、よしよし、2丁は結構難しいな。けど楽しいな、この本当に2丁で作ってる感じ。目で追いながら自分で打てるからいいよね。あ、これはすごい。おっと、外れた。いいね。あ、気持ちいいし、かなり爽快感もあるし、本当に楽しいぞ、これ。よし、こっち、どんどん行こう。次が、これか。これでラストかな？とりあえず、もう埋まってるからね。チュートリアル的なのかな？ボーナスパワフルウェポン。何？ボーナスステージみたいな？なんだ？ニューウェポンアンロック。ゴールドプレートッドガン。何なんだろう？これだな。これどういう銃だろう？まあいいや。コンティニュー。スタート。よし。そうか、これ銃を下ろしたら始まるんだ。今気づいた。いる。あれ違う。あれ銃持ってるぞ。あいつだ。あの緑のコートのやつ。よっしゃ、あいつじゃないのかな。ちょっと待ってよ。リトライ。オッケー。これ、よし。来いよ。どこだ？こっち前にしかいない。あれだな。緑のコートのやつだ。あ、見えないって。嘘。マジで？むずくね？行くぜ。今度こそ。あら。よし。そして、赤いコート。あ、オレンジのやつ。あ、トロ入ってないぞ。リロード。やばい。あー、やってしまった。リロードしないとダメなんだ。これ、一発しか入れられないんだ。よし。来いよ。今度こそ。緑のやつ。オッケー。リロードする。オレンジのやつ。オッケー。え？どれ新聞紙。あ、こいつを待てばいいんだ。おばあさん。青年。おお、お前だ。いる。弾、込めて。よし。肩打った。次は。あ、来た。どれ。いや、多いな。どれ。うわー、むずいぞ、これむずい。どこにいたんだろう。あー、見えないな。くそー。オッケー、やってやるぜ。ターゲット同じだから、覚えさえすればね、いけるはず。リロードして、オレンジ。そして、お、来る。来た。お前、緑、撃ったよ。よし、早撃ち。で、ここだ。ここ分かんなかったんだよ。どこ。はい、違う。いない。違う、警官。あー、そこか。警官銃持ってたから撃っちゃったよ。よし。来たぞ。これターゲットが地味にたまに変わるからな。やばい。いない。いた！オッケー！やったー！あぶねー。クリアー、なんとか。よし。で？次は何だろう。コントロール。あ、それで、ビギナーシミュレーションが終わったんだ。で、アマチュアシミュレーションになるんだ、今度。なるほどね。どんどんこれの難易度が上がって、いろいろ遊べるようになっていくと。あー、なるほどね。おー、じゃあちょっとこれやってみようか。アマチュアの方。ハードターゲットと、クイックドローハイヌーンっていうのがあるね。とりあえず、これやるか。よし、スタート。
なんだ、クイックドローだから早打ちかな。おおお、いいね、いいね。リロードして。オーケー、余裕だぜ。近いとね、これぐらいの距離だったら全然余裕だね。もう100発100中に近いぐらいいけるね。いいね。ああ、気持ちいい。狙いやすいしね。うん。よし、じゃあ次、ハードターゲット。行ってみるか。スタート。次はなんだ、銃だ。お。なるほど、いろんな方向から現れるのか。2体ずつ。ヘッドショットできなかった。無駄に狙ったな。狙ったのは失敗したか。リトライ。よし、今度こそ。オーケー。ほら。よいしょ。オーケー。撃つぜ。どこだ、どこどこどこ。よし。リロード入れて、オーケー。そして、OK。お前か。ヘッドショット。OK。いいね。よし。あと2体。お前で最後だぜ。OK。なんとか。意外と距離が離れるとヘッドショット難しくなるね。やっぱりね。よしよし。なんとかクリア。わあ、これ楽しいね。本当に。で、どんどん解除されていくんだ。レベル1とかドロップポイント。で、これまた周りにいっぱい出た絵全部クリアしたら、新しい難易度のやつが遊べるのか。いいね。これどんどんちょっとやっていこう。面白いわ。うん。難しくなっていきそうだけどね、どんどんね。これはね、前にやったホットドッグのガンシミュレーターと違って、細かい動作とかはもちろんないけど、手軽にね、爽快で、で、しかも結構銃を撃ってる感じ、リアリティはあるから、ホットドッグのやつほど、ガン好きじゃないというか、詳しくない人向けの感じだね。うん。詳しくないけど、お手軽に本格的な銃、ガンシミュレーターで遊べるみたいな感じだね。うん、これいいな。リロードとかはワンタッチでできるし、うん。かなりね、作り込みはなかなかすごい。お手軽さで言えばね、こっちの方がいいね。クオリティはどちらも高いしね、ホットドッグも高いし、こっちもね、めちゃくちゃクオリティは高いけど、よくできてるね。違う方向性でよくできてるよね、こっちは。いいね。これまたちょくちょく動画出すかもしれない。はい、というわけで今回はこの辺で終了します。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。